はい、さいラジオ地上ビルグスヨチャーガンジュヤミシェンナユンタンジャ出番ですよ。7月24日火曜日、今日の旧暦は6月12日となっております。晴れ渡った沖縄上空、気持ちのいい夏空が広がっております。7月24日火曜日、ユンタンジャ出番ですよ。本日担当は私マサヤが担当していきます。さあ、夏真っただ中、夏の甲子園第100回目を迎える夏の甲子園沖縄大会代表校が決まりました。まあね、興南高校といえばもうね、名門校ということで、まあ、全国でも名を轟かせている高校なんですけども、2年連続12回目の甲子園出場を果たした興南高校でございますけども、しかしね、準決勝決勝と、まあ、本当に、好調に立ち上がった決勝戦でも興南といい試合をねやっていただいた糸満高校、このね糸満高校の選手の皆さんのねこのプレーであったりね、この動きを見ると本当に感動するものがございますけども、そんな糸満高校3回戦以外の全4試合を2桁安打で、まあ、勝ち上がってきた、まあ、強打打線と言われておりましたけどもね、しかしこの糸満ですら興南の先発宮城くんに2安打無得点と、まあ、抑え込まれて5対0と負けてしまいましたけどもね。いや、しかしね、120人の部員をまとめた糸満高校の大城キャプテンとエースの金城君は2人とも声を揃えて、後輩たちは今年のチームを超えて甲子園出場を叶えてほしいと、まあ、思いを託したというコメントが掲載されておりましたけども、本当にねこの糸満高校だけではなく全ての高校球児の思いを興南の皆さんがまた甲子園で巻き起こして、興南旋風を巻き起こして沖縄に優勝旗を持ってきていただきたいなというふうに思います。沖縄魂をね、この全国に届かせるプレーを期待したいと思います。ユンタンジャ出番ですよ。本日は私マサヤが担当していきます。ユンタンジャー出番ですよ。7月24日火曜日、私マサヤで担当していきます。よろしくお願いします。さあ、先週は台風接近に伴い沖縄県内イベントごとが、まあ、中止になったり延期になったりしましたけども、我々 FM 読谷今年で5回目となりますお隣恩納村の祭り、
運河祭りの中継を予定しておりましたが、台風接近に伴い今週末に延期となってしまいました。しかし楽しみが1週間延びたという形でね、我々も準備を進めておりますけども、ただ気になるのは今週末の天気でございます。沖縄気象台11時発表のお天気予報、まずは天気概況です。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて概ね晴れています。与那国地方は湿った空気の影響で曇っているそうです。なお23日21時に、これは南朝島でいいんですかね、南朝島、近海で台風第11号が発生したそうです。南朝島近海どこだどこなんでしょうね、南の方なんでしょうね、はい、南にある鳥の島、南朝島近海で台風第11号が発生したそうです。今後の台風情報に注意してください。なお八重山地方では24日夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいと出ております。で今日の24日、今日の本島中南部の天気、南東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、波の高さは 1.5 メートル これね、ラジオあるあるっていうかね、喋り手あるあるなんですけども、私今ね、23日21時に、南朝島近海で台風第11号が発生したと言いましたけどもね、南鳥島あれこれあれなんですよ、ラジオしてる人はよくあります、急に漢字が読めなくなるというですね。私過去にあれがあるんですよ、床の間を床の間と呼んで話したこともあります。本当にこれラジオあるあるというかね、あるんですよ。でうちの名前は言いませんけども、読谷ラジオのナビゲーターの一人なんですけども、山羊をですね、山羊とそのまま読んだというね、パーソナリティもいます。南朝島と呼んでしまいましたが、正しくは南鳥島分かってますよ、私分かってるんですけど、ラジオの前喋る時にちょっと緊張してしまうとですね、南鳥島です。皆さんいいとこですね、一度は行ってみたいですね。本島中南部の天気、気を取り直して、南東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、今日ですよ。で波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴う。今日の日中の最高気温32度、30度は超えております。暑いですね。で今日の降水確率は午前午後夜 10% から 30% と低いですが、急な雨、沖縄でいう片部位には気をつけてください。さあこの台風11号が発生したということでございますけども、気になる今週末の天気、さあ今週どういう風な天気になっているのか、沖縄気象台11時現在の発表によりますと、出てこない、はい出てきました。向こう1週間は、はい、湿った空気の影響で、雨もありますが概ね晴れるでしょう。高気圧に覆われて概ね晴れるそうです。いや本当に良かった、今週末晴れますね。降水確率も 20% と低く、気温はそれでも30度を超えているわけですけども、熱中症には皆さんくれぐれも気をつけてください。台風第11号が発生しましたが、南鳥島近海にある台風11号の影響は今週末はなさそうです。なので我々 FM 読谷も、運河祭り、今週末土曜日日曜日あります運河祭り中継ができますね。ぜひ、現場に足を運べない方、運河祭りに、予定を組んでちょっと行けない方は、我々 FM 読谷のホームページでその祭りの様子を見ることができますので、 FM 読谷検索してホームページでチェックしてみてください。さあユンタンジャ出番ですよ。今日はマサヤが担当していきますけども、ここで一曲皆様にお届けしていきたい曲がございます。私の大好きな沖縄のアーティスト、この方の曲お届けします。
送りします。ガネコヨリコさん、恋の花。7月24日火曜日、本日のユンタンジャ出番ですよ。私マサヤが担当しております。昨日ユンタンジャ出番ですよに届いていたメッセージがあります。昨日は中曽根局長が担当でしたって、ね、読めてないメッセージがあるのでここで紹介したいと思います。ラジオネーム水天パンダさん、こんにちは、水天パンダです。初メールします。ということで初メールを読んでなかった。安心安全運転いいですね。飲酒運転はしない、させない、交通ルールは守りましょう。世界へイサハン、なんでしょうね。読谷代表頑張れと水天パンダさんからいただいておりますね。世界へイハさん、あ、なるほど、世界のイハさん、昨日の、ドリフトのねイハさん、あ、なるほど、世界、すべてひらがなだったら何のこと書いてるんだろう世界へイハさんですねなるほど、世界に羽ばたけイハさん、イハさんに対しての応援メッセージ、ラジオネーム水天パンダさんから昨日いただいたメッセージ、はい、今日お読みしました。ありがとうございます。さあユンタンジャ出番ですよ、今日は私マサヤが担当していきますけども、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp です。なかなか、中曽根局長が番組をするときはメッセージの募集はしませんが、私がするときはちょっと募集してみたいと思いますよ。皆さんの近況報告などぜひお送りください。ユンタンジャ出番ですよ。一旦 CM です。
時刻は11時17分になりました。ユンタンジャ出番ですよ。今日はマサヤが担当していきます。さあ、沖縄夏真っ只中、 FM 読谷の本スタジオ、読谷村地域振興センター3階にあるこのスタジオから、風の方面、南の方が見えますけども、気持ちのいい青空が広がっておりますね。まあこの雲がね、また夏を感じさせる綺麗な白い雲が黙々と空に浮かんでおりますけども、最高ですね。休みの日にはクーラーボックスに氷いっぱい入れて、ビールとそしてお茶を入れて、お出かけするのがお好きなマサヤでございますけども、皆さんの休日の過ごし方いかがお過ごしでしょうか。さあ今日休み、ラジオを聞いてる人もいると思いますけども、まあ、お仕事されてる方がまあほとんどだと思います。子供たちはもう夏休みに入りましたね。さあ夏休みだからといって夜更かししてませんかね。早く起きて父ちゃんと赤ちゃんとあの手伝いもちゃんとしないと。すぐだよすぐ、ね、さあもう夏ということでございますけども、本当にもうね、6月早いところでは5月ゴールデンウィーク明けぐらいから各青年会の皆さんがエーサー練習をしてますね。自宅に帰ってアパートでね、過ごしてるとどこからか太鼓の音、三線の音、指笛の、ね、音が聞こえて、あーもう夏だな、こんな時期になるんだなというふうになります。本土とは違って沖縄は旧盆をですね、主にやってますけども、今年の旧盆は8月の23、24、25か、今年の旧盆は23、24、25旧盆を迎えますね。8月23日が、まあ、旧盆の運慶迎える、8月の24日がその中日で、8月の25日がウークイという形になってます。で26日はウークイのナーチャということで、毎年恒例の読谷村高潮歩6号線を封鎖しての高潮大通りエーサー天国、8月26日日曜日にございますよ。いやもう本当にこのエーサーの時期になって、太鼓、指笛、ね、三線の音色、あとは兵士、ね、男女問わずこの聞こえてくる、本当にチムワサワサしますけどもね。私も、16から26まで、はい、青年会頑張りました。1年も休むことなく私はもう青年会頑張りましたけどもね。私の地元は読谷村キナという場所なんですけども、そのキナのねエーサーを、はい、ずっと16から、まあ、赤い年が25なんですけども、後輩の年、まあまでやりましたね。手伝いということで26までやりましたけども、25歳の時に木梨青年会の会長も務めさせていただきました。本当にね、もちろん一人一人仕事を持ち、まあ、家庭を持っている方もいるんですけども、それでも一つのね、この受け継がれてきた地域の伝統を若者たちで、まあ、先輩から譲り受けたこの継承をですね、皆さんの前でエーサーというまた一つの歴史を体で音で表現するというものに本当に携われて、私は本当に幸せもんだなと思いますけども、本当にあの時に一緒に頑張ったメンバー、全てのねメンバーまた会いたいなと思うんですけども、しかしねこれがね奇跡的に全員ではないんですけども実現できたのが、2年前3年前にですね、地元のキナの芸能団というこの団体、中日ドラゴンズのこの
ホーム戦な愛知に行ってその機内エーサーをしたんですけども、今現在の青年会の皆さんと前の、まあ私とほぼ年代が変わらない私の先輩1個2個3個先輩、そして1個2個3個下のこの後輩と一緒にまたエーサーができたという、あれは本当に嬉しかったですね。はい、やっぱりこんだけ何十年ももうエーサー踊ってなかったら忘れてるもんかなと思いきや、音楽を聴くと体が覚えてるもんですね本当に。そういうね体験もしました。本当にありがたいですね。今年もこのね、本土に向けてこのキャンプ受け入れ、スポーツコンベンションに、関係するんですけども、読谷村から各団体だったり、青年会の皆さんが、PR を兼ねていくんですけども、今週は佐賀鳥栖、ね、佐賀県に観光協会そして読谷村行くそうですけども、その佐賀鳥栖そのね、読谷の PR というか、読谷特産品も無料で配るんですけども、子どもたちが読谷村に、読谷村でクラブを持ってるね、クラブを持ってるサッカーの子どもたちが行くという情報を、入手してるんですけどもね、本当に子どもたちの本当に夢が広がるこういうイベントってとても素敵だなというふうに思います。ユンタンジャ出番ですよ。いろんなね、夏というのは素晴らしいですね。いろんな夏の話題がありますけどもね、大好きな夏、7月はエーサーもありますよということで、7月エーサーというのはこの急の話なんですけどもね、7月エーサーと言いますけどもね、ここで1曲皆様にお届けしたいと思います。エーサーをしていてもしていなくてもこの曲を聴くと夏を感じるというか、本当にエーサーエーサーエーサーを感じさせるこの曲です。さあ7月エーサー皆さんにお届けしますけどもね、エーサーの定番チュンチュン流りという曲もあるんですけどもね、この曲をお届けしましょう。7月エーサー
さあお届けしております曲7月エーサーからはい、すり上がり変わりました。本当にもうなんだろうな、もう定番というか、まあこの曲を聴くと本当に夏イコールエーサーを感じる曲でございますけども、さあもう、8月の23、24、25は休盆となります。26日は高潮大通りエーサー天国がございますけどもね、読谷イオンタウンでも古田地区のエーサー祭りも今後控えております。本当にこの時期エーサー一色となる沖縄読谷村、ぜひ観光で沖縄にいらしている方々、逆にこの本番ではなくてね、公民館で練習をしている青年会を見るというのも非常に貴重なので、そう言って見て回るのもいいと思いますよ。ユンタンジャ出番ですよ。 CM を挟みまして、なんとゲストが入ってきます。ユンタンジャ出番ですよ。時刻は11時31分になっております。さあ今日は、マサヤが担当していきますけども、7月24日、今日の旧暦は6月12日、夏をテーマに今日は皆様にお届けしております。本当に夏を感じるというか、まあ、夏を、まあ、乗り切るための体力というのも年々落ちているような感じもしますけどもね、年を取ると。しかしなんだろうな、その夏バテを感じさせない若い力をもらいたいなというふうに思います。今日のゲスト自己紹介お願いします。海南高校1年の灰原千夏です。はい、昨日から FM 読谷に、インターンでいいのか、はい、インターンで来ている嘉手納高校の1年生灰原千夏、千夏ちゃんだね、チーナーと呼ばれてる、
夏って、ね、夏って呼ばれて全然違うね。ハイバル千夏さんです。嘉手納高校1年生よろしくお願いします。お願いします。なかなかできないよラジオで喋るっていうのはさ、はい、で FM 読谷コミュニティではあるんだけど 20W っていうね法律があるんだけど、それでも県内でかなり聞こえる範囲にあるので、はい、電波はこの千夏の声が沖縄県で流れていると、うん、緊張だね。はい、千夏高校1年生嘉手納高校なんだけど、じゃあ今年の4月から、はい、でよね、はい、出身中学校は古源中学校です。古源中学校、古源中学校というのはじゃあ、まあ、古源、大木、大湾、イラミナ含めた古源高校になると思うんだけど、はい、出身自治会はどっちなの？今いるのはイラミナ、うん、イラマ、はい、今いるのがイラミナ、はい、前はどこにいた？前は大安に住んでました。あ、大安からイラミナに引っ越したんだ、はい、あ、そっかそっか。あ、大安だったらじゃあ古田小学校か、南になるのか、南大安は。でそのまま古中行って、はい、今年の4月から嘉手納高校、はい、嘉手納高校も本当に頑張ってたね野球部、はいはい、ベスト4、うん、いやなかなかいけないよ。あの2年前か3年前に甲子園行っているんだけど、はい、本当にね嘉手納高校のあの勢いというのは行くのかなちょっと思ってけど、うん、やっぱりもう相手も相手でね高難だった、はい、やっぱ上には上がいたんだなと思ってけど、でも、はい、ね、全てのみんな本当によく頑張って。テレビ見てた？はい、見てました。見てた、はい、現場に行けばよかったなとか思わなかった？あるみたい思いました。やっぱあれ、ああいうのを見るとかっこいいな、はい、好きになるなってなるの？かっこいいなとは思いましたなるよね、はい、実はよ俺もそんな時期があったんだよね、うん、はい、はい、千夏嘉手納高校ということで本当にあの野球部のみんなにも夏休み明けにでもね、頑張ったねって声かけしてね、はいはい、千夏嘉手納高校1年生現役女子高校生なんだけど、はい、今流行ってる高校生の何か流行りとかあんの？女子校の流行り、千夏たちが何か流行ってるやつとか、うん、なんかあんの？ TikTok？ え、なになに？なんてなんて？ TikTok？ TikTok って言って、 TikTok？ はい、なんね、なんか TikTok？ 曲に合わせて踊ったりとかする、うん、ちょっと待って、これは踊りのジャンル？ TikTok っていうのっていうなんかアプリが、アプリ、はい、アプリがあって、その曲とかでダンスしたり、うん、TikTok っていうの、はい、小学校の時にさテクテクっていうあの怖い話が知ってる？聞いたことあるごめんね、テクテクとちょっと似てるなと思ってTikTok で踊るのが流行ってんの？はい、はい、そうなの？面白いね。あ、携帯を使った遊び、はいはい、それ以外なんかある？え、これはちょっと待って、女子だけ？あ、男子とかにもです。あ、じゃあもうみんなで高校生か、はい、そうなんだ、すごいな。今なんかさ高校生対象にしてる甲子園の踊りあるの知ってる？あ、知らない。知らない、ちょっと探してみて、はい、これ全国の高校生がやってる動画で YouTube でも見れるのかな。あ、なんか甲子園の100回大会記念大会なので、はい、はい、各、まあ、甲子園に関係ない高校でも同じ高校ということで、うん、なんかその踊りがあるわけ、はあ、ちょっと見てみて、面白いよ、はい、TikTok 踊り、はい、アプリの名前が TikTok っていうの、はいはい、音楽を聴いて踊る、はい、難しいやちなみに千夏はじゃあダンスするの？はい、部活は何やってんの？今はやってないです。今やってない、はい。え、ダンスをやろうと思ったきっかけって何だよ？あ、この TikTok、うん、は友達に最初勧められて、うん、TikTok しようみたいな、はい、で見たら、うん、あ、面白いなって思って。へえ、うん、そうなの、はい、すごいな、うん、ファッションは今どんなのが流行ってんの？今の女子高生ってファッション、例えば髪型とかさ。あ、ポニーテールって言葉知ってる？はい、知ってます。ポニーテールはやらない？誰も、うん、あんまりいないか、はい、うちのスタッフのあの金城玲子
さんとかはもうポニーテール世代だ。おちさんあの人はい二つ完封は、あ二つ完封はしない、あ三つ編みをしてだったら、ほうほうほう、なるほどね、三つ編みをして二つ完封、うん、二つ完封って首側から頭の方にいろいろと段階があると思うんだけど、はいはい、上に行けば行くほど大好きなわけ、あそこまではしない、しないしないよ、はい、いやあとはさ個人的に好きな髪型はお団子、中国人っぽいお団子あれいいんだよね、うん、お団子みたいに髪結んだ後にドアのノブにするような感じのやつをパカッて編めてる女子見たら、うん、ストライクバッターアウト、その髪多いです、多い、はい、ちょうどいいね、はい、ちょうどいいね、あ女子高生いいね、うん、その髪したいと思うけど、ちなつやってごらん、やばいもうストライクバッターアウトだよチェンジだチェンジやばいや、ちなつは今回はごめんね話脱線していくんだけど、今回は FM ターンにインターンで来ているんだけど、はい、どういったことを 学んで自分のプラスにしていきたい、まあ、3日っていう限られた日にちではあるんだけど、はい、どういうものをプラスにしたいから3日間、うん、でもやっぱりこの人たちがみんな優しくて面白いので、こういう人たちにのようになって将来仕事つけたらいいなって思います、うん、なるほどね、あ、はい、そっか、喋りに関しての興味はじゃあもともとはあるわけね、はい、うん、まあ喋りって言ってもこのパーソナリティ以外でもほとんどの仕事は絶対に人と人と会う、うん、はい、わけで、この会話というのが絶対にないといけない仕事をするにあたってね、はい、だからその喋りっていうのはすごい、自分の思いを伝えるっていうのもそうだけどさ、実際に自分もこのラジオをやってもどれか9年近くなるんだけど、うん、もう何喋っていいか分からなくてさ、要は前に例えば何百名いる前で喋るのと、はい、今誰もいないじゃない前に、はい、いないでしょ、はい、全然違うわけ、うん、人がいた方がいい、反応が見れるから、あ逆に誰もいなくて今喋ってるこの放送が緊張する、うん、だからねこういったのは本当にまあ場数を踏んでいくっていうのも大切ではあるんだけど、千夏も まだ 16、はい、まだ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 ね、はい、いけるのでいい恋もして、はい、ね、勉強ももちろんしながら、はい、お父さんお母さんの言うことをちゃんと聞いて、イラミナ出身、はい、まあ大湾からイラミナに今住んでるということで、はい、千夏を迎えてますけども、千夏さっき私ちょっと夏イコールエーサーという話したんだけど、はい、千夏はエーサー、まあ、青年会、各自治会にある青年会に参加してんの、はい、してんの、はい、どこの自治会、イラミナ青年会、イラミナ青年会、はい、そっか、イラミナ青年会は3年か4年前に愛知に行ってるね、はいはい、キナ青年会、キナ芸能団の前にイラミナが行ってんだよ、はいはい、あ、そうなんだね。その時はもちろん千夏はまあ中学生とか小学校6年ぐらいか、はい、なんか行ってないと思うんだけど、はい、そうなんだ、イラミナ青年会なんだ、はい、知ってた、イラミナとキナだけは、はい、中日とウークイって知ってた、はいはい、キナとイラミナだけは中日とウークイのこの2日間がエーサー、はい、他のところはウークイとウークイのナーチャするさね、あこれなんでか知ってる、知らないでしょ、はい、これはね実はね国道沿いに面している、まあ、自治会として、はい、まあ、ちょっと政治的な絡みもちょこっとあるみたいなんだけど、はい、まあ、あるのかないのか分からんけどね、そういう絡みがあって、あとはそのウークイのナーチャに各自治会のその伝統行事があって、はいはい、それと重なってしまうので、うん、それはもうエーサーでこの送り人を送った後にしかできないということで、それはやっちゃいけないよっていうなんかその歴史があるみたい、それでチナとイラミナはまあ昔からなんかそういった歴史があったので中日とウークイのみのエーサー、普通はねウークイとナーチャだけどさ、これ考えたらイラミナとチナは
もう中日からやってるってことは、このエーサーを村内の見る人たちっていうのはウークイから楽しめる、はい、ウークイとウークイのナーチャーって3日間楽しめるってことだよね、うん、面白いね、今度考えた、はい、今もじゃあ青年会の練習は行ってんの？今は行ってないです。あ、今行ってない、はい、ちょっとじゃあ実況を見てからまた復活するんだけど、はい、でもあれだよね、稲群茶は普通の踊りでしょ？はい、踊りだよね。千夏は踊りでしょ？夏は締め太鼓やってます。締め太鼓？はい、締め、ちょっと待って、締め太鼓、締め太鼓ってあれ男が持たんの？はい、は、締め太鼓あれ、うん、ちょっと待って、重たいよ。はい、俺も経験してたから分かるけど、あれ持って売ってんの？はい、売ってます。ハティサビオイラミナも案外派手しウォッするよね。はい、あれやってんの？結構太鼓回したりとか。ちょっと待って、イラミナの締め太鼓って何名いんの今？今現在な、大体でよ10名ぐらい。今10名ぐらいです。その中にチナッツだって女子は太鼓持ってんの？はい、なんでやりたいって自分から手当てたの？はい、やっぱかっこよくて、うん、締め太鼓がやりたくて、やりたいですってことで。ちょっと待って、ってことは衣装もじゃあ男性と一緒？はい、はい、はあ、すごいな。うっちゃちと普通にあの白いズボンと、はい、そうなの、はい、あれ手の皮むけるけどなんか対応してる？むけてないです。ない、はい、あ、そうなんだ。自分はね、その青年会、自分締め太鼓やったこと、締め太鼓やったことっていうかさ、はい、俺の場合はよ、ずっとちょんだらだったわけ16から青年会始めて、はい、16はもうややったんだけど、はい、その高校2年からチョンダラーっていうのをやったんだけど、はい、太鼓持ちたくてをずっととってまくわれてて、はい、だけど徐々に徐々に分かっていたのが、チョンダラーっていうのは太鼓もエーサーの踊りも、はい、ジョッシーの踊りも分かってないと、どうてしみたいにこまごまと踊いて列を並ばしきれないなと思って、ある意味俺はプロフェッショナルな役割なんだって自分に言い聞かせて、ずっと17からチョンダラやったんだけどさ、うん、チョンダラとかも考えなかった？そっか、はい、まあでも本当にね、地域のこの伝統芸能にね、はい、力を入れるというのは本当にいいことなので、はい、頑張ってね、はい、じゃあこの後 CM 回さんでもまだまだちなつトークを、ちなっちゃんトークをしていきたいと思いますので、はい、皆さん引き続き楽しみにしていてください。それではいった CM。ユンタンジャ出番ですよ。本日は私マサヤが担当しております。今日は後半から、現在嘉手納高校インターン生で FM 読谷に入っております。はい、自己紹介お願いします。嘉手納高校1年のハイバルチナツです。はい、ハイバルチナツちゃん、
ハエバルってまた名字も珍しいよね。はい、ね、お父さんお母さんおじいちゃんはどこ出身なの？おじい聞いたことある？はそのままあのお母さん側は、うん、キナ。お母さんキナ？はい、キナの人だっけ？はい、昔の旧姓は何で？お母さん玉城です。玉城、はい、調べるよ俺すぐ調べるよ玉城だっけ？はい、はあ、お母さんキナの人、はい、嫁いでじゃあ来てるんだ。はい、じゃあお母さんに話した？キナの人いるよって。今日話してみよう。キナの人って知って、うん、あそうなの？はい、そうか。じゃあじいちゃんたちもキナにあるんだ。はい、一応キナになります。玉城、じいちゃん名前言える？中吉です。中吉、はい、中吉さん。キナ公民館もこれ今聞いてるので、あ、中吉さんたちの馬がんちゃーかーってこちら公民館で言ってるはず、はい、中吉さんの孫。はい、なるほど。多分ね、玉城中吉さんはね、ティナのね一般だと思う。だと思う。違うかな？違うと思う。あの元の八連のとこだと思うんだけどな。から一応入っていくんです。うん、あっちだと思うんだよな、俺の記憶が正しければ。だと思う。ティナ公民館の皆さん当たってますでしょうかはい、よろしくお願いします。ちなつ、はい、いい名前だね。ちなつは兄弟はちなみに一人です。あ、一人っ子なの？はい、一人っ子です。そうなの？なんかお姉さんっぽいけど、なんか弟か妹いるのかなと思った。よく言われる。言われるでしょう、はい、一人っ子なんだ。はい、あ、そうなのね。あ、でも一人っ子だったらもうお父さんお母さん心配だろうな。しかも、うん、女子だし。男だったらよ、ある意味野放しでいいんだよ。カンパチ作って帰ってきても痛くないって言えばいいけど、うん、女の子はまた違うんだよね。ね、はい、実は今現在、はい、女子高生がよく使う、例えば SNS とかでよく使う流行りの言葉っていうのがあるらしくて、これが全ての全国の女子高校生に当てはまらないと思うけど、はい、ちょっと紹介したいんだけどさ、はい、フロリダって聞いたことある？ないです。これ何個分かる？フロリダ、ん、分かんない。このフロリダというのは、はい、あの、まあ、アメリカのフロリダ州のフロリダではなくて、はい、お風呂に入るから、はい、例えば電話をしてて、もうごめん、はい、お風呂入るから電話切ろうねって離脱することを、うんうん、風呂に入るから離脱するフロリダって言うんだってこれね、これ、はい、ね、言うのこんな風呂、今もフロリダとか言う？言わないです。今なんか流行ってる言葉とかあんの？例えば流行ってる言葉というか自分たちが頻繁に使ってる言葉だけど作った言葉とかある？なんか昔で言ったらさ、はい、チョベリグって言ったことある？古いや、わからんやもうわからんか。平成何年だよ？14年。平成14年生まれ。はい、平成8年に高校卒業した。すごいね、はい、うちの近所玲子さんは昭和に卒業してんだよでも若いしね。まあいや若い、はい、いやさすがだね、フォローできる高校生いいよなんかある言葉？言葉、うん、はないか、うん、普通の会話か、はい、ただね、あの今、まあ、エーサーしてるっていう話なんだけど、はい、やっぱり言葉がなくなってきてるわけよね、はい、沖縄の言葉、うん、内縄口、大和口言われてるんだけど、そんな中でやっぱり沖縄の言葉っていうのはやっぱり残していきたいよね、うん、エーサーももちろんね、はい、伝統として例えば今イラミナのやってるんだったら、はい、イラミナの青年会のその踊り方というのは受け継がれていかれるんだけど、うん、言葉というのはね、はい、喋り手が今いない中で受け継がれてないで、実際に喋れない、うん、聞けないっていうのが現状だってさ、はい、ちなつも青年会やってんだったらさ、ちょっと青年会で流すこの曲だけでもいいから、ちょっと放電っていうのをね覚えてみてもいいんじゃないかな、はい、ちなつがまたこれをまた気に放電に目覚めて放電びんなり喋ったら死に面白いと思うよ。おじも
中吉おじいも大喜びだよ、うん、はい、昨日あの玉城中吉おじいも、はい、おばあちゃんも健在か。おばあちゃんは今、そっかそっか、はい、でもじいちゃんにこのね勇姿を見せるこの青年会の踊りも、まあ、頑張ってるということなんだけど、はい、まあでも本当に暑い中での青年会活動は気をつけてね、うん、はい、もう本当にいろんな、まあ、夏休みでいろんな場所に出かけると思うけど、うん、やっぱりねやっぱ安全でないといけないし、ね、仲間同士の交流もいいけどやっぱりちょっとそこは学生っていう線を引いて頑張ってね、はい、じゃあね、今回はちょっと急遽ゲストに出てもらったんだけど、はい、なかなか面と向かって言える機会もないと思うんだけどさ、お父さんお母さんそして私を取り囲む全ての、まあ、大人たち、まあ、先生とかも含めてなんだけど、はい、千夏のこれからの、まあ、思いというか、まあ、感謝の気持ちを、はいはい、がっつりもう3分喋ってもらおうかな。3分、うん、いいよ。はい、千夏なんかある？いつもありがとうございます、うん、はい、これからも頑張ります。うん、偉いね。千夏は部活はしてるんだっけ？今はしてないです。今してないんだ、はい、中学校は？はバドミントンしてました。バドやってたの？はい、バドラーか、すごいな。体育協会も我々一応やってきているんだけど、うん、さ俺が20代前半にかな、うん、バドミントンは体育協会っていうのは主に読谷高校の体育館使われるんだけどさ会場、はい、初めて体育協会の、うん、このスタッフでさ現場に行った時に実は救急車が来たわけ。これなんでかって言ったらバドミントンの試合中に、はい、シャトルが相手が打ったこのシャトルがすごい速いさね、はい、あれが目に当たったってことで、だからそれぐらい狂気になるんだっていうのを、うん、あの時初めて知った19歳だった、うん、だからあれある意味シャトルって軽いからこそあんだってのスピードが出せる技術ってすごいなと思ったわけさ、はい、そういうまた俊敏な動きだったりまた返すこのさばきというのも本当に一瞬なんだね、はい、バドミントンやってたんだ。でも怪我してやめたので1年ぐらいしかやってないです。そっか、でもいいよ、はい、また復活していこう。読谷もねバドミントンのクラブチームとか非常に多いんで、あ、まあ今後そういうね機会があったらまた体を鍛えるべく、はい、体は覚えてるはずよ1年だけでも、うん、ね、頑張ってみて。はい、はい、で今日は風名高校インターン生の早原千夏ちゃん、はい、迎えてお送りしました。ちょっとさっきね本当にあの短いコメントの中に千夏を取り囲む全ての皆さんに対しての、ね、これから頑張ります、ね、これからもよろしくお願いします、ありがとうというコメントも聞きました。ぜひね、千夏ちゃんのみならず全国の高校生を代表して、ね、千夏の、まあ、コメントを、まあ、全ての皆さんにお届けしましたけども、うん、残りじゃあ今日もまた午後番組出たりするのかな、まあ、アナウンスとかがあったりするのかな、うん、頑張ってね。で、はい、明日が最終ということなので、はい、何か千夏にとってプラスになるように学んで帰ってね、はい、はい、ありがとうございました。お届けしてきましたユンタンジャ出番ですよ。7月24日本日はマサヤが担当していきました。今日はそして後半からは千夏が入りました。千夏もこの後じゃあお昼休み取ってまた午後も頑張っていきましょうね。はい、はい、ユンタンジャ出番ですよ。また明日この時間にお会いしましょう。坂町